皆さんは、一般ワードをエロワードだと勘違いしていたことはあるだろうか？響きがそれっぽかったり、頭の中がピンクだったりと原因はいろいろあると思うが、多くの人が経験済みではないだろうか。今回紹介するのは、スレミンがエロワードだと勘違いした言葉を紹介するスレである。エロワードだと勘違いしてたもの。メコンデルタ。ベトナムを構成する気候の一つであり、南部に位置している。ペイズリー。模様のデザインの一種。19世紀にイギリスのペイズリーしてこの柄の織物が量産されるようになった。エッチング。化学薬品などの腐食作用を利用した素形内脂表面加工の技法。オナツー。アナリスト。オッペン化粧品。ヒザクリゲ。オナリモン。ロータリークラブ。ゲセは。マジレスすると、アキナスは嫁に食わすな。これはシューイップ。羽根殺し。壁などに直接はめ込まれた、開閉することができない窓のこと。AV 機。ナムコ。日体言語。ガバメント。リップサービス。チコタマ。ぶっかけうどん。オムニバス。図書館のヤングアダルトコーナー。T。チンスコン。肉抜き穴。エロ漫画塔。南太平洋、バヌアツのタフヤ州最大の島。スケベ人間。スケベ人間。オランダの南ホラント州のデンハーグ基礎自治体に8つある地区のうちの一つで、北海に面している。オナシャス。肉声。領域的指導。先入れ先出し法。先に取得したものから順に払い出されると仮定して、棚卸資産の取得原価を払い出し原価と期末原価に配分する方法。アナリティクス。マンチカン。メッシリンダー。ま、コカパック。ま、コカパックまたはヤマコ。インカ神話によるクス公国の初代国王である。スタンディングオベーション。